皆さんこんにちは、ジジビビ放送局へようこそ。ビビです。ライブ配信ではですね、私が10回まで行ったんですけれども、その後翔くんがですね引き継いで30回まで来ました。実はですね、30回で1回に落とされたので、これが2回目の挑戦になります。なのでさすがの彼もですね、ちょっと緊張、ライフが3回しかないので、なのでちょっと緊張している面持ちです。持っているものはシューターですね。4号のレプリカのパレットを持ってます。マニューバーもね、良かった。彼の持ち武器マニューバーなんですけれども、なんかやってみるとやっぱシューターの方が安定しているということなので、多分最初はシューターがおすすめなのかなと思います。秩序の世界、それは絶対的な安定、欲望のない世界、争いのない世界、すべてのものが今を受け入れ変化を望まない世界、すべてのものが心安らかに生きる世界、穏やかな世界、それを否定する理由、エラー、理解不能。確かに混沌とした世界はすごく不安定で、明日が怖くなったり少し疲れちゃったりします。ずっと今のままでいたいと願ったこともありました。だけどいろんな色が混ざり合った先には素敵な景色が待っているかもしれない。私はそれを先輩やハチさんや水田たちみんなと見てみたいんです。秩序を望み、私を生み出し否定する存在、エラー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 、思考プロセスに重大なエラーが発生、秩序の破壊者ども完全に消去する。さあやってきました。今回のボスはですね、いろいろ工作とかあったんですけども、秩序の守護者大だこまんまやん。ジャッジ君だとね、私も思ってたんですけど、まさかまさかのタコでした。さあまたポータルが出るのでこれを破壊していきますが、割とですねこのスペシャルのゲージが溜めやすくなっているので、ジョン君頑張ってウルショでやっていきます。このウルショになった瞬間をね、私もよく教えてあげてました。うるしょだよ、うるしょ来たよと言ってました。相変わらずこのスケルトーンもやっていくので、なかなかの痛い感じです。この時が攻め時だと思います。だんだんインクの色に染まってきますね。このインクもね、何が入ってとっても綺麗ですよね。どんどん復活して、今度はポータルが動くんです。なのでウルショが当たりづらくなる感じですかね。ここでね、多分ねウルショを使ってないの、スケルトンと一緒にやりたいというので、多分軽くに溜める作戦だったかと思います。さあウルショが炸裂します。ナイスです。誰かね、隣にいてウルショが溜まったら教えてくれるとやりやすいかもしれません。ポータルが爆発するとね、周りのスケルトーンも一緒にやってくれるので、それはいいです。さあ、レーザーがね、このレーザーの時はもう攻撃せずに逃げるのが一番いいと思います。よく逃げました。でこれはちょっとウルショに助けられたのかな、ね、止められたけども当たってしまったと。これは余計、次回は避けたい。さあウルショが炸裂、ナイスです。さあこれを倒せたらラストになるのかな。3回目ですもんね。任天堂さんあれ、さあ優勝クソです、優勝クソ。でここでこの色がね、この色は可愛くない、でっかいチラシが出てきます。でまたレーザーかな。でレーザーがね、本当に追いかけてくるんですよ。でこう魚のところにね、落ちないようにしていきたいです。ライフが1個消えました。やっちゃったって感じですね。でもライフが3つあるので、実はこの先は
続きからなんですが、こういう救済措置いいですよね。さあ今度はサムライド、当たりたくない、逃げるんだ、当たってしまった、なかなかややこしい攻撃なんですよね。さあまた可愛くないで小池出しが来ました。あ、いい感じにこっち側に来てくれたのを狙って優勝が止まった。これももしかしたらスペシャルは変えずに優勝がいいのかもしれないですね。あ、今度はちゃんと学んで言いに行くのをやめましたね。ライジングステップからの、レーザーを避けつつ攻撃します。この姫の、ね、攻撃も本当にありがたい。サポータルあと一つ、緊張の一瞬だと思いますね。あ、またサメライド、お、ラッキーなことに逃げ切りました。危ないと思った時には攻撃外に逃げるのが一番。さあ、さかん、これは避けれるか、段差があっても受けるそうですね。完全に避けきるしかないのか。逃げてます、逃げてます。ここはライジングステップ大好きなんですよ、ライジングステップ。さあ、魚が多い。さあ、これはまたサメライドかな、逃げてきますね、降りてず逃げてきます。だんだん大ダコに人気の色がついてきたってことは最後が近いってことかな。さあ今度はなんとか避け切った。やっぱり避けるのが一番いいかもしれないですね。さあ今がチャンス。さあ、いいでしょうか。あともう一息。レーザーをここまで見てだな、でかいの。恐るべき混沌の力。しかしたった今プログラムは完了した。世界にあまねく秩序の平穏を。ダンからのみんなが、ハイからのみんなが、そんな間に合わなかったなんて。世界から色が失われていく。オーダーのプログラムを除去します。この拡大のスピードが速すぎる。さあ ZR を押すボタンなんですけど、これ結構長いです。さあハチ起きるんだ。
感じたぜ8、お前のグルーヴ。そしていいだ、お前のトラックやっぱ最高だ。寝てる場合じゃないよな、ビートよこせ DJ。 はい先輩。おっと、水田くんも参戦って感じ。あ、手が治りましたね。で見てここ、ここほら、耳を出すの。すごい、二人のデュエット。なぜ動ける、なぜ抗う、このままこそが幸福だというのに。こっちからワールドツアーの真っ最中、こんなところで止まってらんねんだよ。眠たいライブなんで真っ暗ごめんだっつーの。そうだろお前ら、せーの、出ましたね、姫のお箱出ました。反復のことではしなかったですね。メガホンレーザーが鳴り響く。なぜだ、体が勝手に動くこの動きがな、これ酔っ払いのダンスだよね。こんなものはプログラムにないへ、プログラムされた世界なんじゃ、ま、つまらねえ。すごい江戸っ子みたいな感じだね。私らの色で塗りたくる、テンタクルだ。何度やろうと同じだ。ということでこれがラストバトルですね。へい、パレットが空っぽになっているよ。さっきオーダーが何かしたせいか。あ、見てください、そこのポータルの中にカラーチップが閉じ込められているような。いろいろ盛り上がってきたじゃねえか、このアンコール決めてやろうぜ8。そう、アンコールそういうのね、そういう前向きすごい素敵。いいよね、友達に欲しいな、こうやって背中を押してくれる人。絶対な自信で背中を押してくれる人いいよね。やっぱりカラーチップはポータルの中です。確かになんかモヤモヤいっぱい入ってる気がする。1個目のポータルをどっしょ、ムーブ系のチップが全部入ってるんですね。めちゃくちゃ1個取るだけで早いんですよ。なのでこれ翔吾君にテンション上がって遊んでます。チートじゃねえかって遊んでましたね。で私と旦那君は落ち着けとここで終わりになったらまた最初からだぞと。もうすぐで調子乗っちゃうので、さあここでもカラーチップが戻ってきます。ラッキーのチップ、基本的な攻撃は変わらないのかな。さっきで、で、ブルゾンが、でもね、この動きが入って、これも完全に避けてるゲームだね。彼にとってこれ遊んでます。ほら、ね、遊んでるから、ちょっとないか。さあ、ウルトが溜まった。回復。さあ、冷凍のうちに行くことは姫が強くなるのかな。まだ最後に1個取れるんですね。姫が強いもうスペシャルゲージ溜まってるけど、これもう取っちゃってますね。さあどうなるの、最強になった。こういう演出いいですよね。なんか爽快感があるというか、本当に任天堂さんだったね。
ました。以上、メロンパンセット。見てください、これ。もう、オーダコンも踊ってます。あちゃ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 あ。すごい。悲鳴がすごい。想定外のエラー。やったか？ん？あ、ちっちゃ。え、なに？わー、かわいい。かわいい。こっしょ。あとちょっとで秩序な世界を作れたですのに。かわいい。子だこになってる。これはオーダー。ほとんど力を失ったようですね。もう悪いことはできないでしょう。これにて一件落着ってやつだな。おい、ちっこいタコ、さっきの曲よかったろ。お前にも特別にチケット送ってやったから、ライブはマナーよく参加しろよな。先輩、心配。かわいい。さて帰ろうぜ、私たちのハイカラスクエアへ。大ダコが小ダコになって終了っていう。さあ、何でいくかな。エンディングっていうことは彼女たちの新曲っていうことですよね。さあこの後ですね、果たしてハイカラスクエアがどうなったのかをちょっと見てみたいと思いますので、スキップしたい方はボタンポチッとスキップして見てください。だんだん空高く上がっていくんですかね。
多分このサイドオーダーでケンタクルズを姫と言い直した人はすごい大ファンになっちゃうと思うんですよね。ちょっとあのスリム連合ピンチになっちゃいそうな気がして、この間のねスリム連合 の、 あのバンカーライブでもね、姫がかっこいいってなった人もいると思うので、あと今回はこの新しく出てきたミズタ、ミズタも人気ですよね。ツイッターとかでね、姫が今くちゃみしましたね、かわいい。ハチがね振り向いてニコって笑ってくれるのすごくいいですよね。頑張った甲斐がありました。Thank you for playing. 終わりました。1回目終了です。さっきはなんか雰囲気に流されかけましたが、まだ子猫は諦めないのです。往生際が悪いね。みんなの願い、色のない秩序の世界のために。さあレプリカをゲットして、エモートもゲットしました。早速着てみてみたいと思います。さあハイカラスクエアですね。懐かしい、懐かしい、スプラトゥーン2の世界ですね。いやー嬉しい。ちょっと暑いね。お、サイドオーダー買ってればね、ハイカラシティにも行けて、ハイカラスクエアにも行ける。今聴いてもらった曲はラジオネームバンカラ最高班からのリクエストで、レッドフィッシュフューチャリングテンタクルズのナンバー47スランバーでした。でハイカラの曲ではないか。この番組はバンカラジオだぞ、バンカラジオ。まあまあうちの勝手、アンヒトラの実力は認めてはったやないの。テンタクルズ言うたらワールドツアーを終えてハイカラスクエアに帰ってきたっちゅう話やね。そうそう、ツアー直後に新曲を発表して、そのインタビューで姫さんがさ、私らの戦いはまだ終わっちゃいねえって言ってたの超クールだったよね。ワールドツアー終わったんじゃろ、やり残したことでもあるんかのうん、なんか臨時ニュースがあるらしいで、ね、おーなんじゃ。ハイカラスクエアで縄張りバトルが再流行、バトルに参加する若者たちで街は大にぎわい。またハイカラの話か。ハイカラスクエアはぼーっとしてる人ばっかりの街になったんてちゃうの。なぜか急にみんなやる気を取り戻したらしいよ。でもまだ元に戻ってない人もいるみたい。まあ誰しも多かれ少なかれぼーっとするもんじゃ。万太郎なんか最近ぼーっとしまくりちゃったぞ。それを言うなら二人だってしょっちゅうポカーンとしてたでしょ。まあその話はええやん。うちらのこれはハイカラスクエアの件と関係あらへんのやし。うむ、全然関係ないじゃろな。ということでバンカラジオがから始まるという演出ですね。さあハイカラスクエアに来ました。初めての方へのね説明がありますね。もう2からねやった人からにはおなじみの景色だと思いますが、あ、そうですね、早速2人に会いに行きたいですね。あ、なんか熊さん紹介なんか変わった、あんな感じでしたっけ。いや迷いますね。どこの地方で、どこの地方、どこのシティで3を楽しむか、幅が広がりましたね。さあ早速飯田さんと姫のラジオのところに行って、例のあれです。さあアップしてみましょう。手振ってくれるかな。こっち見て、こっち見てくれ、続いてハチいるよ。あ、気づいてくれた割とライト、ライトの感じでしたね。なんか2の時はもっとこう色気のある挨拶だったと思うんです。北斗エキスパンションに行く地下鉄はないんですね。でここにいるのがダウニーさんじゃなくて、北斗エキスパンションで見た
なんだっけこのダンゴムシじゃなくて、なんだっけグソクムシの人に変わってますね。なんでだろう、ダウニーさんワンの方にいるからかな。でスパイキーが大きくなってて、まあ、バンカラと一緒ですね。なんかいいですね、時の流れって感じで。さあそうすると気になるのは、あクラゲになってる。しかも食べれないんですね、ロビー行けば食べられるのでね。じゃあもう一回秩序の世界に戻ってみたいと思います。では8位、ハチさんまた来てくれたんですね。オーダーの暴走を止めてくださったことを改めてありがとうございました。すごいちゃんと2度のお礼を言う。おかげさまでオーダーは力をほとんど失い、これ以上誰かが巻き込まれる心配もなくなりました。これで次回は解決だと思ったんだけどな。はい、実はネリバースに残ったパレットに問題があることが分かったんです。イラストよパレットがネリバースに取り込まれた方の魂の一部ということは以前ご説明しましたよね。こう姫のどうやらオーダーが無理やり魂を取り込んでパレットにしてしまったせいで、魂の持ち主を守るためのパレットの設定がめちゃくちゃになってしまったみたいなんです。なるほど、セキュリティに重大な問題があるってわけ。そうなの、放っておいたら何かのきっかけで現実世界に悪い影響が出るかもしれない。来ました、パレットは塔の最上階にあるコントロールルームへ行けば再設定して安全な状態にすることができます。ただ再設定できるのはその時使っていたパレットだけ、つまり全てのパレットで塔を登りきる必要があるんです。来ましたよ、やり込み要素。それにあのロッカーにはまだパレットの反応があります。残りのパレットも回収しないと。要するに全部のパレットを手に入れて片っ端から塔のてっぺんまで持っていけばいいんだろう。簡単に言うね。でも結構大変そうだけど、あやっぱ気づいた、これはすごい。ぼやけてしょうがねえしな。ハチも協力してくれんなら百人力だ、私らでやってやろうじゃん。だから戦いは終わってないってことか。先輩頼むし。そういうことか。そうですね、ロッカーの方にちょっと行ってみたいと思います。あのね、あのお店も気になる。お、レプリカをゲット。縄張りで使ってみたいと思います、あのレプリカのシューター。かっこいいね。夢エビ、勇ましきタコさん、あなたが現れるのを待っていました。夢エビ、この世界に変化をもたらすもの、あなたは成し遂げました。しかしまだ終わりではありません。私は夢エビ、そしてここは夢エビの露店です。さまざまな品を真珠と引き換えできます。それらはロビー端末から受け取れるでしょう。どうかあなたの望むものが見つかりますように。ほう。あ、ロッカー関係とかな、ステッカー、プレート、ギアとあるので。ほう。ということで、ロッカールームに行きました。いろいろゲットできますね、嬉しい。早速ね、着替えてみたいと思います。まずはプレートを変えて。で、武器、武器。さあ、オーダーシューターレプリカを持って、ピアスもつけて、スーツもつけて、シューズもつける。こんな感じです。で、エモートを変えると、あ、かっこいい！かっこいい！すごいね。サイドオーダーのボス戦をお送りいたしました。いかがだったでしょうか？チャンネル登録、高評価、励みになりますので、よろしくお願いいたします。よかったら他の動画も見てみてください。それではご視聴ありがとうございました。またね。バイバーイ。